ああ、貧乏すぎて辛いわー。なんだ突然に。でもそれっていつも通りだよな。今まで以上にお金がないってことよ。今の世の中そういう人って多いのかもな。多分私が一番不幸よ。だから今まで以上に食費を切り詰めないとやっていけないわ。激安弁当も買えなくなってしまったのか。そうよ、一日で一食分だけは買えていたお弁当も買えなくなってしまったから節約ご飯で検索してみたんだけど、お弁当以外の食事はすでに貧乏飯を下回っていたことが分かってしまったわ。う？すまん、なんて言っていいのかわからないのぜ。だから一日一個買ってた200円のお弁当をやめて、節約ご飯を作ることにしたわ。切実な問題なのぜ。ということで今日は納豆うどんよ。ほうほう、いくらで作れるんだ。だいたい70円ぐらいよ。なるほどな、一食で120円ほど節約ができるんだな。一月続けたら3000円以上の節約になるんだな。そうよ、なんとか工夫して乗り切っていくしかないわ。じゃあ作り方を教えてほしいのぜ。簡単よ、スーパーで売ってる茹でうどんを温めて、これまたスーパーで売ってる納豆を混ぜ混ぜして、うどんにかけるだけよ。あとは適当に味を整えて出来上がりよ。今日は豪華に安売りされていた卵も使っているわよ。本当は節約ご飯で検索したら、納豆パスタっていうのがあったんだけど、なんとなく気分で今回はうどんにしてみたわ。そうなんだな、納豆と卵で栄養はしっかりとれそうだな。その通りよ、もちろん計算済みよ。なんだか怪しいのぜ。いいのよ、安くなればなんだって。まあ、無理しすぎて体を壊したりしないように気をつけるのぜ。そうね、そこはちょっと心配だわ。仕上げに刻み海苔やネギを散らしたりすると、見た目が良くなったりするんだけど、もしかして節約のために省いてしまったのか。もしかしてって何よ、そんなの当たり前のことじゃない。すまんかった。なんだったらお皿にも盛り付けたりはしないわよ。そこはお金もかからないし省くことないんじゃないのか。何言ってるのよ、洗い物が増えるじゃない。ってことでこれで完成よ。またな。